子供中1、中3、アメリカと日本の国籍あり、英検2級、私は新ママ看護師2年目、貯金1500万、収入月38万ほど。都立の英語科偏差値50人に途中でアメリカに主要なところに留学か英語に強い私立に行かせるか、そこそこの大学にが目標で、国籍を最大限に使用して何ができるかアドバイスいただきたいです。多分、いろいろな自分のコンプレックスとかが関わっちゃってる気がすると思うんですけど、子供の人生は子供が決めるので、あなたがこうするべきだというふうに考えるというのをやめた方がいいと思います。一生懸命稼いでそのお金を息子か娘か分かんないけど子供につぎ込んで幸せになってほしいと考えるのは分かります。ただその子供が別にアメリカに住みてえと思うか日本に住みてえと思うかっていうのはその子供次第なんですよ。なのでその日本にいて日本の友達と一緒にいるのが超楽しいっていう時にアメリカの夫のところにいきなり追い出されたらマジムカつくみたいな話になると思うんですよね。なので1ヶ月ぐらい夏休みの間夫のところに行ってきてっていうのでじゃあ夏休みアメリカで過ごしましたこんな感じかふんアメリカ楽しいだからアメリカの学校行きたいってなるんだったらいいと思いますよ。なので選択肢としてアメリカ生活っていうのを提供するっていうのはありだと思うんですけどこうするべきだよね。あなたのために2つ国籍があるんだったらこうなった方があなたは幸せだと思うよっていう子供を支配するような考え方というのは結果として子供を喜ばないからせっかく一生懸命お金を貯めて子供のためにいろいろ頑張ってるのになんか報われないっていうので幸せにならない方向なんじゃないかなという気がしてしまうのですが。